梶原さん、はい、また余談になりますけど、まあ余談というか、今もうこれアップするときには終わっちゃってますけど、ダンロップフェニックスに松山英樹プロが出てますが、ね、その松山プロが使ってるのが、はい、じゃーん、グレートビッグバーサです。これが5本もあります。はい、5本あります。で、シャフトが、まあ、結構まあまあ違うんですよ。バリエーションがあって、これロフト9度、結構ハードめで、そして、はい、スピードアイボリューション2、うん、はい、がついております。うん、S ね、そして、はい、スピーダーまだあります。スピーダーまだいいですね。そそられますね。これまで9度ね。ね、でこれもスピーダー、はいはい、エボリューション、まあ1と言っていいのかな、はい、がついてます。でロフト9度、はい、それからこれは、うん、これなんだっけ、これは同じくロフト9度の、あ、ツアー AD の GP6S、 これもなかなか、はい、いいですね。まあ、これは結構ね、アスリート向けかなという感じですけど、残りの2本が実は、はいはい、純正の SR、はいはい、9度です。そしてロフトは、あ、これ9度ですね。で、これこれもうラスト、ラス1、ラス1が 10.5 度で、純正 R、 純正の R、 正、ね、はい、これなんかはちょっと松山プロになってみたいというか、気分になれます、はい、しかも R だし打ちやすいと思うので、うんうん、まあ、こういうのは結構ね、おすすめかな。まあ、これ多分ね、本当松山プロ人気で、割とそのすぐ売れちゃうので、まあ、ちょっとこう要チェック、なかなか、はい、最近見つからないので、まあ、今オープン前だからね、あれありますけど、まあ、23日になったら、はい、もしかすると、はい、売れちゃうのかもしれないので、はい、まあ、これ見た方はダッシュと、はい、ダッシュしてください。はい、梶原さん、はいはい、ちょっと手袋コーナーに来たんで、私ぜひ言いたいことがあるんですけど、もうなんとなく想像はつきますけど、いいですか、これ、これやっぱ言ってこれ、ナノ X、ナノ X、これほら僕安楽プロに強烈に勧められて使ったんですよ。うん、これやっぱすごい、これ、これいや、うん、すごいですよね。これね、いい、嘘じゃないんですよ。本当に全く滑らないし、まあ、つけ心地もいいし、なんとかやっぱデザインも全然本当なんていうの、なんていうの、ゴテゴテしてないし、シンプルだし。ね、これ皆さん、これこれ買って、これ別に俺に何の得もないけど、これ本当買ってほしい。そう、これね、この前コンペでお客様がね、わざと濡らしてから、いや、どうぞ、それでもね、本当に滑らないしね、うん、滑らないっていう、いや、なんか濡れるほど滑らないんじゃないかと思って言ってましたけど、うん、雨の日とかちょっと濡れてる日は絶対これ、うん、やっぱりそうですか、はい、間違いなくこのグローブ、この本当ね、これね、間違いないんですよ。ゴルフバッグに1枚必ず入ってます。いや本当これ、ね、入れておいた方がいいと思う。ちょっとなんか本当びっくりな発明品って感じ。ありがとうございます。なんかで、ただ、まあ、もう一つ、あとね、ボール、ネクスジェンのツアーのボールも良かったよ。これ私使いました かなり使いました。あ、ありがとうございます。これやと何とかの合いの子みたいな、いや、すごいフィーリングがいいっていうのは、だから本当癖がない、癖がなくて、だけどちゃんと止まる。今回、まあ、そう、初めて言えたんですけどね、スピンそうそうしっかりかかるっていう、そうそう、で値段がだってこれ1080円ですよ。で1080円なんだけど、これもうだからプロがツアーで使えるような感じのボール、そうですね、スリーピースのボール、うん、そうそう、ちょっとこれは知っとくと、またほら、またネクスジェンの話になると、微妙な反応になってくる。なんかね、ネクスジェンをね、押していいのかどうなのかって、いや、押すんですけどね。どこに？これにも？あ、これにも入れられるんですか？はい、逆に、なんかこれには入っててもおしゃれなような気がする。最近だってほら、雑誌とかでも、ネクスジェン使ってるね、芸能人の方とか出てきて。D1 が売れるって聞いたんで。2番売れますね。これは価格でしょうね。価格ですかね。本間のだって、本間のボールはね、まあ前からいいっすよ。本間イコールボールってイメージがないんだよ、なかっただけで。そうですよね。そう、シックスピースね。
いい棒でした。すごくね。今は売れます。あ、もう売れているすでに。売れてますね。あ、そうですか。最近のどうなんですか、ボール動向っていうか、まあ、もういわゆるもうね、このタイトリストの V1 と、まあ、スリクソンと、まあ、あと BS っていう、まあ、多分やっぱりね、ある程度うまくなってくると、そこら辺になってくるじゃないですか。まあ、さっきのパターじゃないんですけど、はいはい、あ、ここも来た、ここも、飛びます、あ、距離伸びます、はい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 、いやで、うん、飛ぶボールってどうしても飛ぶけどっていう点々点っていうのが多いですけど、まあ、飛んで止まるパターのフィーリングも自分はしっかりあったんで、うん、ここもおすすめしたい。これ TP5 は X と普通、まあ、の方ですね、はい、X の方がやっぱりちょっと硬い、そうですね、自分、はい、X の方が良かったですけど、そうか、これにもここがクッと入ってきてるわけですね、ここが入ってきますね、なんで、そうか、あ、でもツアー B はこれは新しくなってますね、ブリヂストンも330からもツアー B、はい、これだとツアー B もやったけどね、まあ、ツアー B はもうボールドボール擦ってもらえれば、ね、あ、それもやったね、あれはどうなったんだろうね、まあいいや、やりましたね、まあいいや、ツアー B はボールドボール擦ってもらえれば、これだけどね、あの本当にこの X と XS 通り の, あの結果になるところが、ね、ゴルフパートナーさんのあれで示唆したんですよ。あ、でやっぱ初速は多分 X の方が出るの、やっぱり X の方が早いですね、 X の方が早いのだけど、 XS はだから初速ちょっとあの落ちるんだけど、ただ距離的にそんなに違うかって言えばそうでもないという、なんか面白い結果だから、すごい、だからこのフィーリングがちょっと柔らかい方がいいんだったらもう X、まあ、本当に S だし、その表示通りの性能でね、あ、さすがだなと、そうだ、僕ずっと330使ってて、自分も330派、もう330派完全にだけど最近ツアーだからネクスジェンでいいじゃんって思って330から TP5 に浮気をして、だから僕なんかテーラーメイドのボールはね、飛ぶってイメージがあの出た当初からある、飛びますね、うん、なんかすっ飛んでいく感じがすごい、あのロケットボールだっけ、なんかあれが出始めた頃からボール出してるじゃない、はい、ツアープリファードが出る、そうです、そうです、そう、まあ、今年は、まあ、海外のプロがテイラー一気に勝ってきました、うん、インパクト強いですね、いや、やっぱあれだけテイラーのプロが活躍するとちょっと、まあ、ボールも含めて ね、 ね、あの本当にいいよなって思いますし、まあ、今だけどドライバーに関してはほとんどテーラーメイドですよ、あの、ね、勝ってる選手見ると、はい、本当にそうなりました、絶対1本はテーラーメイドが入ってます、ね、そう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 、松山選手も勝ってます、ね、そうなんですよ、そう、はいはい、どうぞ聞きましょう、これね、これね、これですか、これいいですよね、これね、びっくりするほどあったかいんですよ、これあのこの手触り感すごいですね、そう、これね、何これ、どうしても寒い日の、うんうん、もう断れないゴルフ、はいはいはい、はい、もうなんか、うん、多少の雪ならもうやろうぜ的なこの勢いのゴルフ、なるほど、汗かきますからね、これだけどちょっと手を入れただけでも熱 い、 そう、もうなんか真冬しか着れないですけど、手がセーター2枚分ね、え、うん、なんかカシミヤのセーターよりあったかそうな感じですよ、これ、そう、これ本当ね、一応すごいな、これ、あのね、これ来て朝4時半の築地に魚を買い付けに行っても寒くないって言ってました、お客様がすごい、もう桜木さんからテストに来いと言われて、雨が降ってる時とかちょうどいいですね、そうそう、何の話とかよく分からない、このドライバーとこのドライバーをここから打ってみるっていや、だけどこれすごいな、なんか今までにない素材感だな、これ、これは速弾です、速弾、もう本当に真冬ですけどね、ただもう全然違います、これで、ちなみにちらっと見て、こっちはこっちはインナーです、あ、こっちはインナーなんだ、はい、これは何て呼ぶんでしょうか、ゼロ、ゼロ、ウィンドゼロっていうの、ウィンドゼロ、はい、あ、そっか、ウィンドゼロか、はい、あ、
これは、まあ、風が通さないっていうので、はい、まあ、ウィンドゼロと、はいはい、あと設計の体に合うその作りがゴルフのアドレスをもう自然と進めてくれるインナーになるので、そうそう、これもね気になってたんだ。そうそうだそうだ、なんかこうなんかあれですよね、なんかこう入ってるんですよね、線がね、はい、あのね入ってます。多分この辺とそうだそうだこの辺だけが肩甲骨あたりからそう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 、じゃあもうこれにこれ来たらめっちゃ暖かいってか、風通らなくて速暖そういうことね、どうなっちゃう、風通らない温度逃げないなんでねえ本当に汗かきながら冬ゴールできる。あ、だからこれはちょっと本当に触ってみないと分かんないかも、この感じ、ね、あの手の中に入れたあの感じ、めっちゃ汗かきそう。今日だったら汗かくな、これ多分。今日ダメです、ね。今日ダメですよね。本当に吹いてる、ね。今日ダメだよね、これ。今日暑すぎます。真冬じゃないともうダメです。そう、あ、だけど、すごい、いや、だけどいいですね。僕も寒がりなんでね、すごく動きやすいんで、助かっちゃう。お、これも最近ね、はい、あのゴルフパートナーさんのあのフェイスブックをチェックしてるとなんかいろんなところでこれが上がってるんだけど、これはえ、これゴルフシューズでもなの、あ、だからソールゴルフシューズっぽいな、ゴルフ場に履いていく方で考えてください。そっちなんだ、はい、トレーの方ではない、ウォーキングシューズからの、あ、そうですか、革なんで、軽い、今ちょっと持ったけど、こっちの柄が 288g、 あ、すごい軽いよこれ、へえ、まだいいなこれ、インソールもしっかり、あ、そうか、そういう、そうなんだそうなんだ、へえ、あ、それでこれを皆さん上げてたんだ、ちょっとこれが軽いね、営業さんとか履く人多い、うん、はいはい、方にも履いてもらいたい、ゴルフ以外の方にもそうですよね、ゴルフ場にビジネスで行かれる方はこれで行って、ね、ちょっと芝生の上歩いても平気みたいな、問題ないんです。あ、でもこれウィングチップみたいなのもあるんですね、へえ、やっぱこう軽い、そっち 321g、 ああでもほんと軽いな、これいいな、はい、こういうのもあると、うん、もう大体これ全部見ちゃったね全て見たね、ほら全て見ちゃったよ。